私の出番ね。テスラ、その神殺しの槍は作れる？これを使う時が来たと思うの。あんまり期待し、量が少ないからチャンスは一回だけ。敵は私が片付ける。この薬はあんたに任せるわ。やってやるわよ。私の邪魔をさせないように。小娘たちの相手までしなきゃな。この下が、フカが言ってた最下層かしら。ちょっと姫子、待って。ピンピンしてるわよ。最下層に向かうエレベーター。近くに敵はいないはず。死体はあんたが言って。でも。いいから行きなさいよ。ほら、これ。これは？バルキリー装甲の予備パーツよ。実験室で見つけた。ここまで来るのに、あんた中で死なないでよ。下に行ったわね。よし。次の実験は誰にも行ってほしくない。今は15時手順通りにサンプルもできたし、試験段階に入るわよ。成功！やっぱり私天才よ。ここがフカ、来てやったわよ。壁外の敵は起こさない。これが私に探させたもの。やっと来ましたね。これはあなたに必要なものであり、オットーがここに隠し、これが律者と正面対決できる武器、神殺し。これは私たちが今か。この装甲は今の文明のもので、今使われているバルキリー装甲だが、オットーはそれだ。フレイグジェムをこの装甲に埋め込むことで、万が一実験が失敗し、オットーは事前に全 S 級版、今の私ではこれを。そしてどうするかは。そんなこと言わなくてもいいのよ。とっくに決めてるの。この装甲は私が使うわ。
この装甲を装着する者は、つけた時から律者のジェムに心を、私もできる、重要なのはあなた自身です。不可、私はあなたと同じ、ただ現状を変えたいだけです。今回の特殊まみれなんてことはない。私は一度やると決めたら最後までやり抜く女よ。